長屋門御殿柏原陣屋は、現在の兵庫県丹波市柏原町にあった、柏原藩の藩長である陣屋である。国指定の史跡。慶長三年、織田信長の弟信金が三万六千国で入り、三代続くが、慶安三年死し,しなく断絶した。以後四十五年の長きにわたり、天領となった。元六八年、信長の次男。 信男の孫の宇田松山藩主神宮が、お家騒動の都賀により、領地を半減され二万国で入る。違法より19年経た、聖徳三年幕府より陣屋を築くことが許された。以後十代に渡りお出しが治め、明治に至る。長屋門は聖徳四年に作られた表門で、内部は、左側が板所、右側が、旨まみどころと宝庫である。 文政元年五天が消失した時も炎症を免れた創建時から残る唯一のものである。五天は聖徳四年、初代新旧により築かれたものであったが、文政元年の火災で消失し、文政三年に再建されたものである。再建されたものの明治維新後に解体され、現在では再建時のおよそ五分の一が現存しているに過ぎない、国指定の史跡でもある。なお、 正確な建築年代は判明していないが、太鼓倉は大手門にあり、板書や物見櫓の役割も果たした。明治になってから石田太蔵神社境内に移築された。現在、神夜跡地は小学校の敷地となっている。ありがとうございます。